ワンです。アントニオさんです。声が枯れました、すいません、今日は2月の3日4日ですね、日曜日、ミュージックプラントの花室店、今日 C スタジオです。ここもですね、鏡があるんで、このスタジオのカメラの向こう側の壁、鏡なんですよ。だから今日も立って弾きながらこうフォームのチェックしてるわけですよ。で、この状態で気づいた方がいればすごいですね。私のことよく見てますねギターのね、ストラップ長くしてね、ギターの位置先なんですよ。これもね、理由があるんで後々動画にします。あのギターのね、この持つ位置を下げるっていうのはね、ものすごい勇気がいるんですよね。要はあのビリーシーンがやってるようにね、あの座ってる位置でストラップを合わせてこう弾いてるのが一番楽なんですよね、立って弾く方法としては。だけどいろいろなことを加味してね、このピッキングのフォームとかこっちのフィンガリングのこととか考えてったら、上げるんじゃ解決しないなと、下げなきゃなということで、もう思い切ってね、下げました。だからね、前はねこの位置でもギターがこの辺にあって、あの見えてたんですよね、画角がね。今見えないですねほぼね。だからこれで今弾くように練習してる最中です。今日も今1時間ちょい弾いて、それから動画撮ってます。はい、このことはまた後ほど動画にします。今日なんですけどね、ちょっと1回だけね、ちょっとセブンサインから外させてください。あの時事ネタっていうこともあって、ちょっとこれ取り上げたいなと。いろんなニュースを見ててね、あ、これメタルのことにも通じるなと。特に私みたいなね、 YouTube をやってるギター弾き、まあギターに限らず楽器やってる人もそうなんですけど、これ通ずるところがあるなというところで、一つ問題提起ということをさせていただきます。ちょっとね、アンチも湧くかもしれないんですけど、私の意見ということで聞いてください。セクシー田中さんっていうドラマありますよね。私知らないんですけど、申し訳ないんですが、あれのね、ドラマ化に際して、原作者と脚本家で、まあいろんないざこざがあって、結局のところ原作者が自殺されたという事件がありましたね。でそれで、脚本家の側についてる皆さんが、まあ、その教会で、その作者が亡くなった日に、その亡くなったことを分かってて YouTube ライブかなんかやってて、でその中で自分たちの立場としていろいろ説明してると。でその動画今削除されてるらしいんですが、その中でね、まあ、脚本家としてまあ、自分たちの考え、ルール述べてるのはいいんだけども、どうもその原作があるっていうことに対して、またその原作を考えた方に対する尊敬の念がないということをね、指摘されてると。まあそういうことがね、いろいろ噛み合って今問題になってますよね、話題になってますけども、これ私の見解としてはね、やっぱり原作者を立てなきゃダメです。これは、まあ、私はね、本来ね、まあ、そっちのあれなんでその立場で申し上げるとね、やっぱ因果の道理なんですよ、ね、原因があって結果があるわけだから、このセクシー田中さんっていうね、原作からドラマが派生して生まれてるわけですよ。だから原作を生み出す人がいなかったら、そのドラマ化っていうことが実現されて、そのドラマ化に際して付随して働く人たちが出てくるっていうこともないわけですよ。だから原作と原作者立てなきゃダメ、うん、これがまず一点。それと同じように考えるとね、私はこのイングベ・マルムスティンっていう方をね、尊敬して大ファンで、もうそれしかないと思ってこの YouTube のチャンネルやってるわけですよ。うん、やっぱその王者が好きだからね。でそれでも若い頃から、メガファンの陽子さんだったり、ね、今いろんなプロの方お世話になってますけども、そういう方々にね支えていただいて、今このチャンネルやらせていただいてるわけですね。でその中でね、やっぱりイングベ・マルムスティンがいなかったらこれないんですよ。だから王者をね立てなきゃダメ、うん、っていうのを私はもう常々言い聞かせてるんですけど、だけど内容としてはね、
最近否定的なことも言ってますけど、だけどね、誰しも改善するところはあるし、改善してほしいと願うところもあるわけですから、そういうところをね、両面出していって、コンテンツを作っていくということが大事だと私は考えてますんで、そうやってるんですが、だけどもイングベ・マルムスティーンあってこそなんですよ。その王者が作り上げたアルバムとか楽曲、ライブ、いろんなもの、それに派生するもの、携わってるもの、それがあってこそ今私はこうできるんでね、そこのね、恩を忘れたらやっぱりいかんですよね。これは2つ目。それをね、 YouTube 見て感じるのは、王者に限らずね、いろんな人のね、アーティスト、この楽曲を借りてギターをプレイして再生数を取ってる人たち、問題になるかねどれだけね、やっぱその元のアーティストに対してね、尊敬の念抱いて弾いてるかっていうところをやっぱもう一度見返した方がいいと思います。私もそれね、もう一回心得なきゃなと思いました。ただね、そのプレイしての俺すごいだろうってやってる人がいるのも事実なんですよ。他人のね、ものを借りて自分の凄さをアピールする、要するに他の人、その元のなってるすごい人を蹴落として自分を高く上げようとするっていう人も現実的にはいるわけですね。で、このセクシー田中さんのこの原作と脚本家がね、争ってるのまさにそれでね、脚本家がね、いるから原作が生きるんだとか言ってる人いるけども、違うわけですよ。原作がなかったら脚本家って仕事ないんですよ今回の構図で言ったらね。だから脚本家の方がなんかそういうことがあって自分はすごくショックでしたみたいなこと言ってるけど、これはもう本当にすれ違いだと、もうはっきり言っときます、ということがね、あったから、やっぱり私たちって言ったらあれだね、私もね、王者に対するそういう思いはね、忘れずにね、やっていきましょうと思いましたね、だからギタープレイとかね、上げてる人たち、いや弾いてみたとかね、あ、ドラマになっちゃったけど今 YouTube に限らずインスタ、TikTok、 そういう動画のね、ネタとして、上げられるものいっぱいありますけども、やはり大元があるっていうこと、その大元に対する尊敬の念というのをね、忘れずにやっていきましょうと。それとそれができてこそ人ですよ、それが人の心ね、心の底に本来備わってなきゃいけないものと、いうことですね、そういうね、おかげとかね、元を大事にっていうことをね、考えてやってたら結局のところ自分が成長すると、いうことなんですよ。自分中心に物事を考えてね、人を蹴落としてったって周りに敵作るだけです。で、だからといってね、それで自分の思いを実現するためにっていうのでね、そうやってやってる人たちもいますけども、結局最終的にはね、人がね、離れてきますよね、そういう人たちってね。まあそういう人何人も見てきますだけど、やっぱそれじゃいかんっていうことですよ、自分のことをね、こう前に出して、顔を強く出して今やってる人多すぎ、そういうのを見てってもね、やっぱね、あ、なんだかなって、思いますね。だからこういう動画とかね、コンテンツがね、自分で発信できるっていう世の中になって、自分をアピールするっていう場が増えたっていうことはいいことかもしれないけれども、反面そういうことを忘れやすい、だから気をつけなきゃなということで、私自身も気をつけるっていうことを心得ますという動画です。話がまとまってくてすいません。ということで、そのセクシー田中さんね、その原作者と脚本家のこの関係っていうところから、ちょっと自分の立場をね、もう一度考えて、見たっていう動画です。話まとまらなくてごめんなさい、ということで1回だけちょっと話しとれました、申し訳ありません。また戻します。ありがとうございます。